正確には覚えてないんですが、もう7年ぐらい前になるかと思います。はい、もともとね、僕坊主の時期が長かったんですけど、ちょっとこう伸ばし出したんですよね。本当は僕はパンチパーマ当てようと思ってたんですよ。で、高本さんにちょっとパンチパーマ当てよう思ってるんですけどって言ったら、もうそれやったらもうなんかもっとアフロとかにしなはれみたいな、そっからのノリで、はい、今日まで至っております。はい、僕実は昔20代の時にもドレッドはしたことがあるんですよ。はい、もともとレゲエが好きっていうのもあって、そのドレッドってほな何やねんみたいな、あれはファッションの人もおるんですけど、ラスタファリズムっていう宗教ではないんですけど、そのライフスタイル、そういったところから派生したもんで、僕もそういう生き方は共感できてたんですけど、あとはノリですね。はい、短いのからなんかだんだん伸びていったら、もうこれ切られへんようになってきたなっていうのもございます。いや、もう感慨深かったですよ。もうこれで最後かっていうのと、切ったらめちゃくちゃ楽になるやろうなっていう洗うは別に苦にならないんですよ。ただタオル2回ぐらい替えて、ドライヤー当てて、そのもう言うたら毎日こう1時間僕の人生が取られるわけじゃないですかそれがなくなるってことは、この1時間ものすごく有意義に使えるなっていうのはありますよね。寝返りが打てない、枕横になって寝るときも片方に寄せないとダメなんですよ。で、横になってるときはいいんですけど、こう寝返り打つときにムーンっていうか痒いとかいろいろあるんで何やろうね、勢いとかいろいろあるんですけど、2期が始まって機種ということでね、なんかここは一回すっきりしたいなっていうのも気持ちの部分でもありますんで、なんかいい機会かなっていうふうに思ってます。はい、時間はお店が12時にオープンするんで、一番乗りで行って大体出てくるのが一番最後っていう、やってもらう人数にもよるんですけど、一人がかりだとやっぱ10時間ぐらいはかかりますよね。ほんで行って終わったらいつも言われるのが、ヒヨスさんロサンゼルスまで行けましたねみたいなことはよく言われてましたね。一昨年の社員旅行でなんか本数数えたことがあるんですけど、その当時で7、80本ありますね。今正確に数えたら何本なんですかね。僕はトニックシャンプーみたいな液体のやつを普通の男性が使う7、8倍は量は使いますよね。いろんなところにこう塗って、でちょっとずつ泡立てて地肌洗って、そしたらここまで行く頃にはもう泡がこんなになってるんです。流す時間もかかるし、洗うのは全然苦にはならないんですけど、とにかく乾かす手間がね、タオル2枚から3枚使います、ドライヤー手抜いても4、50分かかりますっていう、そんな感じです。ベッドありません。ベッドがこれだったとしたら、その横に頭がこうブラーンってなってるんですよ。頭をひたすらかけてるみたいな。ほんでね、ドライヤーの先っちょにつけてこうかぶるやつを見つけたんですよ。それをやったんですけど、あんまり効果がなかったんで、だいたい横なってやってるから、心境ですか。名残惜しい。一面早くさっぱりしたいなっていう、なんかずっとこんな感じですね。前々から言われてるんですけど、着るときはそれで高本さんがサンダルかなんか作るから、ちょっとちょうだいねって言われてるんですよ。ほんで残りはなんかちょっと保管でもして、またやりたくなったときに、置いといて、つけようかなとか思ってます。自分の着たやつをつこうてね。はい、じゃあもう行きますよ、普通に。はい、月わさびから行った方がいいですか。いやいや、もうバサッと行った方がいい。行きますよ。わあ もう取り返しつけへんもんね。ありがとうございます。源さん見てますよ。これ生で配信してんの。してますね、そう。だって毎日。YouTube 行きました。はい。
ね。これええやつっすよ。これ太いな。日本産やな、国産のやつやな、これ。これ太いな。名前だぶ、名前だぶ、吉田の。3本目、3本目。3本目、いきます。ちょっと横の方。え、ちゃんとあれ残してる根元。はい、そうじゃん、根元残してる。え、根元残してる。俺バリカン、いや、行きましたー。バリカン下に置いてるわ。おはようございます。このやつ、立派なやつだ、これ。うん、ありがとうございました。吉さんの机のところに置いてます。じゃあ行きます。はい。あ、やあ、いや、もうほんまに最近かかってるからめっちゃ伸びててんな。行きまーす。いや、もうありがとうございます。いいタイミング。はい、切って。行きます。はい、ありがとうございます。はい、これやな。じゃあちょっとお供えみたいな感じで。はい、はい、そんな淡々といきます。いや、男やからさ、でも3本ちゃんと。これでサンダル作るかもね。よし、おい、はい、あと2、はい、僕。よし、あと1、俺ラス1、俺、はい、いや、おー、ありがとうございます。ちょっとこれ誰か寝るときが甘いの、これだけ聞かせるんですか。ぬわしたらどうなんだよ。もう言えよ。まあ改めましてよ。いやー、ありがとうございます。真偽言ってグラム何本で売れるやろ。濡れたときやっぱめっちゃ重たいですね。濡れたときは重たいですね。さあ何本でしょう、行きましょう。12A クラス12、A クラス18、20、22、28、30、32、34、36、これちょっと怪しいな、38、40、42、あ、ほんで42.5でここやから、時2年前かけて70本あったんですよ。70倍な、あれ重ねていってるやつもあるんだよ。寄せてるから A ランクできんねん。あー、なるほど。3とかね。これと3、これごついわ。これ見て、これ分かるかな。この汚れるやつ、これごついわ。ひよさん、瀬戸もついてる。ひよさんのアフター撮っとこう。エクステでみたいなやつ。これでサンダル作るかもね。いや、まあ普通に3本ベルト作ろうかな。じゃあこれ僕大事に預からせていただきますよ。はい、あの次はサンダル制作編で、はい、皆さんでお会いしたいと思います。はい、皆さんサンダル編でお会いしましょう。またね。暗い方から明るい方へとゆっくりゆっくりで円で歩いていきましょう。逃げたヤスオからのメッセージ。歌はマスタービー、一人で歩こう、歩こう。今は一人で歩こうや、今くらい一人で歩こうや。誰かに歩かされることや、誰かと歩いてたことや。寂しいけど今は一人や、せやけどいてるよ仲間が。そうや、ちょうどええわ、過去の足跡見てみや。